ありがとう。なんか揺れてる。すごいセンスがいいクレーンだよね。デザートが来ました。ベルリンのホテルをチェックアウトしました。これからアムステルダムに向かいます。電車に乗ります。こちらのホテルの最寄り駅のハッケシャーマルクト駅は新橋駅のモデルになったらしいです。行けると思ってたんだよね。ちょっとレンガのね、来た。アムステルダム駅、時間通りに発車しました。ちょっと間違えて座ってる人に置いてもらったりして、ちょっと慌てましたけど無事に座れました。バイバイベルリン。ガイドさんと食事をしてきます。なんか駅の中に美容室がある。おじさんおしゃれだな。トラムのチケットを買います。下の分1回だけ乗るので会見。あれ？なんか違うのになっちゃった。会見。あ、出てきた。チケット買いました。綺麗ですよ。なんかいいやつだね、なんか、はい、自撮りしやすい。なんだっけ、これなんか GoPro みたいな自撮りしやすいやつすごいなんですけど、なんか前お客さん誰か持ってた。あ、本当ですか。私 YouTube もやってまして、YouTube やってまして、そうなんですか。それでちょっとこの映像とかもしかしたらちょっとところどころ使わせてもらうかもしれない。私じゃなくて、ね、ね、一緒に映っていただきながらありがたいです
そうだ、後でちょっと教えてください、チャンネル。あ、ぜひ。ありがとうございます。え、何の旅の、何のやつですか。なんかお笑いみたいな感じなんですけど、でもなんかこれ、あ、お笑いみたいな感じなんですけど、お笑い、はい、お笑いやってんですか。お笑いやってるんです。全然お笑いに壊れてるんですよ。あ、でもお笑いすごい。あ、あれあれあれですか。探らなくて今更ですけど、ちょっとお腹痛くなっちゃった。なんかあの日本で芸人みたいなことやってまして、ちょっと聞いてもいいですか。知ってる、全然知ってる。嬉しいですね。なんか今、はい、でもね、今だからね、歯見てね、あれ歯をやっぱりすいません、されたんですね。だってそれすごいずっと言ってたじゃない。あれ直したんですね。あ、そうなんです、はい、ちょっと前に直して白くしたんですけど、すみません、わけわかんなくて。すごいイルミネーション。あ、ここもメインなんだ。あ、本当だ。こんな式ですね、あの風車の。あ、本当だ、かわいいですね。回ってる、撮りますか。大丈夫ですか、ね、なんか撮りたいことを言ってください。あ、ありがとうございます。撮るときは言ってください。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ面白い。レストランです。連れてきてもらいました。ここはよく来られるんですか。ここはね、なんかオランダ人に聞いたの。あ、そうなんですか。私がいつも行ってる何個かはなんか違いしたんじゃないですか。フォーチュー、what is the name of this one? アーディン、yeah. ビターレモン。お、ありました。いただきます。美味しいです、うん、結構なんかアルコール飲みたくないときとかが結構出します。あ、いいですね。確かにレモネードみたいな感じ、うん、料理が来ました。来てください。これなんて言ってましたっけ、名前。ホットポットです。はっきり分かってる。フッツポットかホットポット。多分フッツポットです。そしてこちらがおばあちゃんの煮込み肉、シチュー。おばあちゃんのシチューです。マッシュポテトがたくさんと野菜と煮込み肉、美味しそう。いただきましょう。うん、人参とかとジャガイモが一緒にマッシュしてある。なんかそういう、まあ、そもそもお芋が多くて、うん、なんかマッシュしてる。でもあんまりね、家でみんな食べないですよ。あ、そうなの。食べる人もいるかもしれないけど、うん、結構普通にみんな、なんかなんかインドネシア料理作ったりとか、パスタとか、うん、タイ料理作ったりとか。そうなんだ。いや、このポテトが結構ご飯的な感じ。そうですね、うん、ポテトと、なるほど、ピザ、ハンバーグ。うわ、ハンバーグ。
うん、おいしい。あ、これがアップルソースです。これをマッシュポテトとかにつけるみたいです。ちょっと多めにかけよう。なんかアップルパイとかすごい人気ですもんね。リンゴも、あ、もう甘いの好きですか？甘、あ、アップルパイ好きです。アップル、これのアップルタルト美味しいです、うん、あ、アップルタルト、へえ、あ、食べたいです。あれとちょっと違って、そう、なんか周りっぽくて、へえ、まあ、後ではい、いきます。うん、うん、美味しい。アップルパイの中の、この中のアップルって感じです。アップルパイの中、アップルパイの中身って感じですね。デザートが来ました。これはオランダのプディングそうです。上にほおずきが乗ってます。美味しそう。いただきます。かわいいですね。かわいいですね。もう思ってたより、あ、柔らかいです。プリンみたいにこう固まってないですね。クリームですね。あー、すごい。いただきます。ん？あー、クリームです。杏仁豆腐の味がする。ですよね。杏仁豆腐とつながりあるんですかね。あ、中にソース入ってる。中に入ってます。いや、中央駅綺麗。クリスマスツリーがまたいいですね。うん、お城みたいな。ホテルの近くのスーパーに来ました。これはチェーン店みたいな。あ、じゃがいもとか、じゃがいも多い。マッシュポテト大量に食べたもん、5キロとか。うん、美味、上から下までじゃがいも。野菜、生鮮食品ね。調味料もいっぱいある。なんかこうカレーみたいな。カレーマサラ、まあ、タイ、タイ料理の調味料とか。あ、なんか、あ、ソバヌードル。そうだ。あるね。採択のそば。いい。こんな簡単に手に入るんだ。薪酢もある。薪寿司できんじゃん。すご。料理もいろんな国の料理が混ざってるって言ってたけど。本当にそんな感じですね。スーパーも、スーパー楽しいな。安心するな、スーパーで。ビーチテリアとか、うん、こういうすぐ作れるようになってんの、いいね。あるじゃん。2.49ユーロ。ん？あ、なんか安いのが。
とか、大体でも5ユーロとか6ユーロ以内で買える。なんかでっかいバナナ、でっかいバナナ、でっか。やばい、スーパー長居しちゃうな。じゃあパンコーナー、パンもいっぱいある。こんな、うわ、楽そう。ケーキ、ロースケーキいっぱいあります。ホワイトペーパー、キッチンペーパー、ドイツのトイレットペーパー硬くて、スーパーでデラックスっていう柔らかいのに買ったんだけど、それも全然変わらない硬さで、ちょっと日本のが柔らかすぎるんだっていうのに気づきました。オランダのはどうなんだろう、でも硬そうだな。Dames en heren, zo zoveel mogelijk naar voren willen lopen, dan kunnen de andere mensen ook nog mee. Dank u. Ja, toch. Dit is echt mooi. アムステルダム中央駅に戻ってきました。これからフェリーに乗って次のホテルに泊まりたいと思います。フェリー、あ、ちょっと見えない。フェリーが無料で乗れるらしいので、チケット買わなくていいです。駅の北口はかなりなんか近代的な建物が多い感じですね。でかいな、みんな自転車とか乗せて自由に行き来してるみたいです。行きましょう。フェリーに乗ってる時から今日泊まるホテルが見えてくるらしいんですけど、ちょっと見つけたいな、早めに。雨だからちょっとね、視界が悪いですけど、見えた。今見えてるのが今日泊まるホテルです。フェリーを降りたとこですが、もう目の前にホテル見えました。これはテンション上がる。今日泊まるのはこちらです。じゃん、正面に立っているクレーンです。もう絶対道迷わないじゃん。まっすぐ歩けばいいや。すごっ。あ、ちょっとスマホでも写真撮りたい。
がもうこうこれぐらいだったね。あの中の多分真ん中だと思うんだけど、ちょっとなんか揺れてる。揺れてんな。クレーンの先についてる紐が揺れてんな。ちょっとまずどこから入るのかっていうのも行ってみないとわからないんですけど、ホテルから案内は来てるけど、まず上がれるのかっていうね。なんかエレベーターがあるはず。どうしたらこっちか。エレベーター。ああ、水たまり。水が水たまり。水が水たまり。どうしよう。ホテルのルームツアーをしたいと思います。まず今エレベーターを登って玄関を入ったところです。こちら、すごい豪華。クレーンの操縦席とは思えないぐらいのビップな感じですね。まずここね、すごいもういい雰囲気、なんかくつろげそうじゃない。なんかちょっと出っ張ったところにあるのかな。この窓の感じもいいよね。下がこうやって見えるんだ。すごいの、クレーンっぽいな。でこの先にクレーンが伸びてるのが見えますね。また景色がいいよね。すごい高さ40メートルのお部屋です。インテリアがね、かわいいんですよ、すごく。あ、ここ電気つくのかな。あ、電気ついた。あらー、綺麗。いいですね。すごいセンスがいいクレーンだよね。そしてここが、あ、シャワールーム。トイレと、この奥に、あ、シャワーがありますね。なんかこの錆びた鉄の感じかっこいい。そしてここに
ミニバーもあって。ここね、階段がある。ここがね、ちょっと登ってみましょう。よし。おしゃれ。おしゃれ。見て。ベッド。そして、お風呂。銀色。ここにお風呂あんだ。すごいな。そして、風呂からの眺め。眺めもある。うわ、これはすごいわ。おお、高っ。うわ、ここ、高っ。高く感じる。クレーンの中にいるけど、外にもクレーンがたくさんある。すごいな。やっぱオランダってちょっと変わってんな。こういうホテルができちゃうっていうのがいいね。これはちょっと泊まる価値ありですね。おお、エレベーター。ここから見て。このエレベーターで来ました。今日寝るのが楽しみです。アムステルダムをちょっと街歩きしてます。めちゃくちゃ人がいる。今度観光客っぽいですけども、すごい街並みが残ってる感じがします。自転車がすごい、めちゃくちゃ速いし、自転車専用の道をしっかり歩いたりすると引かれるらしいので気をつけます。めっちゃ甘い匂いする。酸っぱいやつだ。大人気のお店。アップルパイ屋さんに行きたいんだけど、なんとなくこの辺だと思って。オートハウス、普通に家として使ってんだ。立派だな。喋ってる。映画みたいなことするな。
フルパイ屋さんに30分以上並んできた。はい、すごい人気みたいな。なんか楽しそうなんでやってる。ドラムの息がわかんない。適当に歩いてきちゃった。景色綺麗だからそんなくできちゃうんだよね。3階までお店が入ってる。